ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、みんな大好きランボルギーニです。こちらのセットは2022年3月の新製品、レゴスピードチャンピオンのランボルギーニカウンタック。262ピースでミニフィグが1体付いたセットです。公式価格は2780円、現在アマゾンでは2476円となっておりました。動画の説明文にリンクを貼っておきます。気になる方はチェックしてみてください。ということで、めっちゃ小さいけどランボルギーニのエンブレムシールです。今回は2袋に説明書1冊、シール1枚でした。それでは順番通りに組み立てていきましょう。3月発売のスピードチャンピオンをとりあえず3種類買ってきたんですが、どれからやろうかすごく悩みました。最終的にこれに決定したんですが、選んだ理由はただ一つ、白いから。ということで、本日もよろしくお願いいたします。完成です。続きまして、袋2の組み立てになります。多分ですが、もうすぐ完成だと思います。袋1と2の比率がおかしい、わら。こっちは全然入ってないですね、わら。完成です。それで歯ごゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。あまりパーツはこんな感じ。マイクですねー。嬉しいですね。今回はギアレバーに使ってるパーツになります。運転手さん、いい顔してるぜ。ヘルメットもついていますが、こっちの方がいいですよね。そしてもちろん整備は自分でやります。そしてこちらがランボルギーニです。男の夢ですねー。それが今なら2780円。おととしかな、コンビニで500円で売ってましたけどね、わら。そしてもちろんミニフィグを乗せることができます。中は広いので助手席にも乗せられそうですね。さっきのマイクはこれですね。もちろん助手席にはこの方。いい感じですね。見えにくいけどね。
それでは走らせてみましょう。あ、起きた、わらわら。ということで、本日はスピードチャンピオン、ランボルギーニ、カウンタップでした。他にも車のレゴ動画がたくさんありますので、チャンネル登録をして、お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。